どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、 X で見かけたケリバトというゲームをやっていこうと思います。なんか個人で作ってる方のツイートで見つけたんですけども、なんか面白そうだったんでちょっとやっていこうと思います。ドット A はすごいいい感じなんですけど、ちょっと何やっていいか、あーなるほど、あー同じレベル同士だと1減るぞっていうことかな。あーそういうことね。で、宝箱はまあ、なんかお助けアイテム的なものが入ってますよってことね。はいはい、まあとりあえずちょっとまあ1のやつ倒しながらで、2はちょっと赤い文字、おい死んだちょっと待って、一回ちゃんと説明見てからやった方がいいな遊び方か、あーオッケー、レベルなのね、数字はね。で、赤いやつ、まあ自分より高いやつはそのままダメージが来るぞと。あ、で、弱いやつはノーダメでいける。で、キックがあるよと。あ、敵の背後からは蹴れる。で、あ、なんかいっぱい倒せるってことか。蹴りが結構大事なゲームか。まあ、蹴りバトっていうぐらいだからね。へいへい、だいたい把握した。まあ、レベル上げながら、このボスキャラクターたちを倒してねってことね。だからさっき俺はボスに触れてやられてしまった感じか。 OK、だいたい把握した。今のとこ、あ、下にいるわ。あ、で、このボス動くんだな。今は動かなかった。あー蹴れる、あ、背後取ったから蹴れるぞと。あー OK、 あ、チュートリアルもあってありがたいですね。あ、で、これで蹴ったから、あ、蹴ったらだから1ターンでめちゃくちゃな数敵倒せるぞみたいな、そんな感じですね。で、今右にボスがいる。これ右行ったら、あー、そういうことか。あー、オッケー。ボスは2ターンで1マス動くぞってことね。あー、で、羽を使うと周りのやつのレベルを下げることができる。オッケー。まあ、そういう特殊能力的なものも駆使しながら、レベル上げ、あー、そういうことね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。だからこいつに当たらないようにレベルを上げてってことだ。オッケー、オッケー。把握した。マジで把握した。なあ、ちょっと意味は、このゲームの意味は分かってきたんですけど、なかなかやっぱむずい。結構ちゃんと頭使わんといかんゲームですね。敵倒すと自分のレベルよりも高いやつが湧くんすよ。だからこうむやみやたらに蹴りまくってしまうと、その蹴った先はもう強いやつ、あー、なんか、いや、ちょっとでも見えへん、いや、これもきついな。赤い宝箱も基本はお助けアイテム入ってるけど、運が悪いとこうなるよと。あー、でもまあなんとかなんとかなりましたね。もう行くか。 HP 的にはもう勝てるので、よし、あー、いいね。これ宝箱取りつつ行ったれボス。あー、ボス倒したら背後に100のやつ出てきましたね。あ、これはちょっと今現在では絶対勝てへんから。あ、黄金のリンゴは HP10 増えるのか。なるほど、強いな、黄金のリンゴ強いな。これで多分 OK、 来た。食らうけど16減らせる。よし、とにかくあの敵を蹴ってあいつに当てないことには勝たれへん。で、今これで黄金のリンゴとか出てくれれば HP 満タンになるか倒せるよっていう状態に来ましたね、一応ね。あー、やばい、あー、やばい、あー、これは運が良ければいける。19を蹴れるから OK、 57、ま、回復すれば倒せる状態だけど、周りがやばい、あー、周りがやばい絶対 HP 減っちゃう。これはどうしたらいいんだ。あー、からもういらんアイテム使えばいいんだ。エリクサーとで、あとはボム使う。オッケー、よし、倒した。せー、あー、まだおる、まだおるんかい。いや、クソ、今のラスボスじゃねえの。200はやばいやろ。ちょ待って、200はやべえな。ちょっと待って、こうリンゴも使いたいけど、あー、オッケー、エリクサ来た。やばい、もうやばいよ。あの、このゲームレベル30がマックスって言ってたから、あー、もう今もうマックスですね。あ、もう罪だろ。あと一発でも赤いやついったら死ぬし、もうアイテムがないのよ。
ここら辺宝箱が出てくれなかったら終わりですね。あー出ないですね。あーあはははこういう感じで終わるのか。ほぼ無限にいけるやんけと思ってたけど、あー積みました。なるほど、これマジでボス200ラスボスやべえな、これ。いやーこれ相当頭使わんとクリアは無理くせえっすね。さあここからは15倍速でご覧いただきながらこのゲームの概要をちょっとだけ説明させていただこうと思います。まあドット絵のね RPG っぽい雰囲気はあるんですけれども、これ実際のところパズルゲームです。で、時間制限がないので、次どっち行ったらいいかなとかどう蹴るかなとか、結構悩みながらやることができて非常に楽しいゲームでした。でこの蹴るというのが非常に癖物でですね、一旦で一気にこうガーッとレベルが上がるのはいいんですけれども、蹴った先がもう大半赤い敵になってきて、むやみやたらと蹴りすぎると詰んじゃうんですよね。なのでまあ非常にね試行錯誤しながらアイテムはどれが強いかとか、でこう蹴った先に宝箱あったらそれ消えてしまうんで、青を取るべきか赤を取るべきか、まあ、赤を取るとリスクがあるしなとか結構考えながらやれるんで、パズルゲームとか、まあ、ボードゲームとか、そういったものが好きな人はね確実にハマるんじゃないかなっていう、そんな感じのいいゲームでした。あー積んだー。いやもうあとボス100人まで減らしてるから回復できればこれ勝ててたらくさー。もういいか、広告見てこれ倒すだけ倒すか一旦ね、一旦クリアを見よう。はい、30秒後、うわ200に戻ってる。ちょっと待って、200に戻ったらお話変わってくんのよ。いやきついきつい。もうさあマックスレベル30に対してさ、もう30以上のやつしかいないのよ敵が。いやもうきついわ、宝箱もないし、ちょっと歩いたら死ぬ状態ですね。いやもうどうしようもね。宝箱が湧いてくれて、あ宝箱湧いた。ちょっと待って、あーもう、いや黄金リンゴだったらまだワンチャンなんかちょっと見えたか。あーくそー、これクリアして、これはちょっと黄金リンゴどれか1個ぐらいあるだろう。あーもうやめてよ。ただ覚えてる、宝箱の位置はちゃんと頭入っている。よしよっしゃ、ね、またまたもう、これ黄金リンゴ使えば90なるから倒せる。これでラスボス出る。ああ罪だ、これちょっと待って、黄金リンゴ使ったら絶対あいつ襲ってくるから、あ罪だ、何もできへん。いやもういい感じだったのに。これ来たやろ、チャンス。オッケー、93でしょ。でリンゴ使えばオッケー。お疲れっすなー。ぶわー、おいやー腐れないよ。なんだラスボスじゃねえのかよ。うわーめちゃくちゃいいペースで来れたのに。うわーすげー絶望感。300、これは全クリきついぞこれ。いやこれはきつい。これ宝箱運が奇跡的に良けりゃなんとかなった。205まで減らしたし、んーあとリンゴ2個ゲットできてたらいけたかな。いやこれ相当ハードルだけ。あいいね、あーいいね、あ道できたか、もうやるか。やって、一歩進んで回復の猶予もできる。 OK リンゴナイス。あこれちょっとワンチャンあるぞ、このターンはチャンスですね。さあ8倍速でお届けします。これとにかくですね、蹴るとき慎重に蹴るっていうのがすごい大事で、蹴らないとレベルが上がっていかないし、ただ蹴ると、強いやつが多くなってしまうっていうのでね、とにかく蹴れるから蹴ろうっていうのをもうやめたところですね、この辺はね。これドラキーいけるな、ドラキーぶつけよう。よし59だからもう倒せるけど、今行っていいのかっていうのあるな。
か。さあここから逃げ切れれば、いやリンゴ入ってねえかな、リンゴだったら勝ち。いやー来たリンゴ、これはあち、今回は神が味方している。さあここからも8倍速でお届けします。このゲームですね、湧いた敵がいきなりケツを向けてるってことがないので、後ろから追ってくるこのライオンにね、あの蹴飛ばして当てるのがかなり難しいんですよね。これもだいぶ苦労させられました。これミイラこつけたらあるな、こっちになるべく寄せて、あとは神頼み、下に来い。来た、これはある、マジである。で倒してしまえばそのままリンゴいけるから、一旦上に逃げてあいつ一歩動かしてからのリンゴなら全く問題ないよな。ちゃんと考えよう、これあるぞ、マジであるぞ。で次のターンは来ないから、もうここでリンゴ使ってもいいけど、まあ逃げとくか、先にちょっと早めに逃げといて、ただもうちょっと赤いやつが多くなってきたので、ちょっとレベル上げて。さあ続いては20倍速でお届けします。もうこの辺のレベルになってくると、もう雑魚一体一体がめちゃくちゃ強いので、どう進むかを考えつつ、どうこつけるかを考えないといけないので、考えることが多いんですよね。なので結構苦労して考えました。もう止めて30こつけて、こっちだな、こっちからこつけて、あとこれでもうリンゴでいけんじゃねえか。どう、あいつ今何数字、205以下なら俺いけんのよ。もう208、8、あーこれでレベル、あーもう邪魔邪魔邪魔、どうでもいい。ちょっと待って、あとちょっとなのよ、この15こつけるか。15こつけたらもう問答無用で終わりでしょ。なので、ちょっとここ蹴っといて、あーラッキー、ここの宝箱も超絶ラッキーで、これで15個つけて勝ちだろ。あーそうか、止めてもうたから、止めてもうたから、でも進んで、今どっちだ、聖水からのリンゴでしゃーい、やーん、いやー長かったー。いやこれアイテムもだいぶあったな。いやーしかしながら、クリアしました。あーちゃんとエンディングがある、素晴らしい。はい、ということで今日はケリバトというゲームを紹介させていただきました。ランキング機能もちゃんと搭載されておりまして、今プレイ人口が765人ということでね、まだやってる人がそんなに多くないよという状態なんですが、まあ、一応今上位 8% ですけど、上位半端ねえな。ただ最短クリアターンが今のところ僕6位っていうか、まだ22人しかクリアしてないですね。で1位140ターンえぐいな。ということでこれ非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんもぜひともダウンロードしてね、僕の記録に挑戦してみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。